北海道大学電子科学研究所の平井健司と申します。で、あのまあ、本日はですねあの、自動制御システムを導入した光共振機による選択的化学反応という内容で、あの光共振機を使って、あの分子をあ,のある特定の部位だけを反応させるという技術について紹介させていただきたいと思います。 で、えっ、ー、と、最初にですね、まあ、簡単に私の、えっ、ー、と、自己紹介から始めさせていただきたいと思います。で、えー、博士課程はですね、えっ、ー、と、京都大学の、えー、工学部の、あの、工業化学、えっ、ー、と、合成生物科学専攻ですね、あの、化学系の、えー、出身でして、あの、多項性金属錯体、あの、多項性の あの、材料を使っていまして、ガスの吸着とか、そういったことを研究しておりました。で、その後ですね、えっと、ミシガン大学、それから北海道大学の大学院理学研究院の方に移りまして、えーまあ、基本的には材料科学を行っていたんですけれども、まあ、光物性の方に、えーまあ、専門が少しずつシフトしていったという背景があります。 でえー、と現在の所属にです、ね、移ったのが北海道、えー、と2017年に北海道大学電子科学研究所で准教授になりまして、えーまあ、これを契機にです、ね、あの光共振器を使ったあの分子物性の制御というのを始めました。でえー、と2018年から2022年の間に JST の先駆け研究ですね。あの 電子やイオン等の濃度、えー、的制御と反応の領域に採択していただきまして、えー、こちらの支援を受けて、えー、本技術を開発したということになります。あのまあ、プロフィールに関しましてはあの、こちらのリサーチマップに載っていますので、あのご興味ある方、あのえーまあ、ご覧いただけると、えー、幸いです、えー。ですので、まあ、専門といたしましては、あの光、物質の相互作用、それから、えーまあ、ナノ材料と作体、えー、化学と。 いうことになります。で、えっ、ー、と、ま、本日ですね、えー、紹介する技術、まず分子の合成する方法になるんですけれども、まあ、我々ですね、まあ、大学レベルだと、あの、まあ、こういう研究室のドラフトを使ってですね、あの、まあ、管流管であるとか、まあ、フラスコとかを使って、えー、ま、分子を合成すると、まあ、化学反応を起こすということを行っております。 で、え、ま、企業さんですと、え、もう少しですね、もう大きいスケールで、ま、バルクの反応、え、ま、釜ですかね。で、あの、ま、望みの分子を作るということを行っているかと思います。ま、ですので、ま、化学産業、ま、製薬工業で、ま、望みの有機分子を合成するということがですね、あの、ま、求められている技術になるかと思います。で、じゃあ実際にですね、ま、これまで、あの、 まあ、ある特定の部位、まあ、能器を選択的に反応させる方法として、えー、まあ、どういう技術があったかと言いますと、まあ、一つはですね、まあ、代表的なものとして、まあ、触媒が挙げられると思います。で、えー、まあ、こちらですね、まあ、パラジウムと炭素の触媒になるんですけれども、このようにですね、まあ、カルボニル器二つあるものであっても、えー、こちら側だけをですね、 あの、反応させてえ、還元させることができると。まあ、こちらが、えーまあ、職場による、まあ、選択的な化学反応になります。でそれからですね、あの保護器を使うという方法も、あの、まあ、もう一つの方法として考えられます。でこちらもですね、あの、2箇所反応するサイトがあるわけですけれども、まあ、片方をですねあの、保護してあげて、まあ、反応できないようにして、 でその後で反応させることで、こちらのサイトだけを反応すると。で、最後に、この保護器を外して、望、まあ、みの分子を得るという方法になります。でまあ、こういった方法ですと、まあ、触媒が必要であったりですね、まあ、保護、まあ、脱保護という工程が必要になりますので、まあ、工程の増加であったりとか、 あの、まあ、保護器の場合はですね、まあ、最終的には廃棄物になると思いますので、まあ、廃棄物の増加といったことにつながるかと思います。で、えっ、ー、と、こちらがですね、今回紹介する、えー、新技術の概要になるんですけれども、えー、まあ、光共振器ですね、マイクロサイズの光共振器を反応場として、えー、まあ、選択的な化学反応を起こしています。で、こちらですね、まあ、外から、あの、光源を あの、入れる必要はありません。で、それから、えー、狙った観能機のですね、まあ、反応性、あの、まあ、複数反応サイトがある場合でも、まあ、片方をですね、まあ、選択的に、えー、反応性を低下させることで、えー、感能音選択的な反応を行うことができます。まあ、ですので、利点としては、まあ、これまで使用されていた、あの、触媒であったり、まあ、保護器を使わずに、 あの感能器選択的な反応が可能ということになります。でまあ、加えて、まあ、光原も、えー、使う必要がないという技術になります。でまあ、あの簡単にです、ねまあ、原理だけ紹介させていただきますと、まず光共振器とは何かという話なんですが、あの2つの,です、ね、あのこう光を反射する、まあ、光反射ミラーをあの向かい合わせたものが、まあ、光共振器になります。 で、その光共振器のないですね、まあ、自由な空間だと、その空間にはこういろんなエネルギー順位の、まあ、光が存在することができるわけですけれども、この光共振器の場合はですね、この中であの共振の条件を満たすまあ、波長の光だけがですね、あの、まあ、存在しやすい状態になります。まあ、つまりこの D の距離ですね、あの、 えっと、ミラー間の距離を調整することで、えー、この共振器の場の中に存在する、まあ、光のエネルギー順位というのをコントロールすることができます。で、これが、えー、光共振器の、えー、機能になります。で、この光共振器の中にですね、あの、分子を入れます。で、まあ、分子はですね、あの、赤外光を吸いますと、あの、まあ、分子振動が、まあ、冷気状態になります。 で、この、えーまあ、分子振動のですね、まあ、エネルギーの、あの、この順位と、この光共振器のエネルギーの順位を、このミラー間の距離を調節することで、えー、エネルギー順位を合わせてあげますと、えー、ここでですね、光と分子の混成状態ができまして、えーまあ、これを振動共結合と、えー、呼びます。で この状態だとですね、混、ま、成、あ、状態、エネルギー順位が分裂する、えー、ラビ分裂という現象が見えてきます。で、こういう状態になりますと、あの分子の振動の状態が変わっていますので、えーまあ、反応性が変化するということがですね、分かってきております。で、えっ、ー、と、一点ですね、強調したいことが、あの、まあ、光っていうのはあの電磁場でして、あの、 外部からですね、光を入れてなくても、まあ、必ずこう、電磁場の揺らぎというものが存在しまして、外から積極的に光を入れなくても、えー、この中でですね、あの自然とこう光共振器の中の共振器モードが存在していて、えー、この分子振動とあの光共振器の間での混成状態が形成されると。つまり外部光源を使う必要はありませんということがあの特徴になります。 で、えっ、ー、と、こちらがですね、まあ、光共振器の構造になっていまして、えっ、ー、と、まあ、中の様子をですね、確認するために、中赤外光に透明なセレン肝塩をいたとしております。で、この表面に光を反射するですね、あの、を、あの、トします。で、最後に、この上にですね、SiO2 ですね、金、まあ、に分子が接触しないように、 SiO2 をコーとしていると。これを1枚の反射ミラーとしまして、これが向かい合う構成になっています。で、この間にですね、カプトンのフィルムを挟んでいまして、内側に空間があるので、ここに溶液を内包できるという状態になっています。で、こちらですね、外側からの えーまあ、中の様子を確認するためにですね、まあ、赤外光のプローブを入れて、まあ、スペクトルをえ検出したものがこちらになります。でまずですね、まあ、溶液を一切入れてない状態だと、あのこの中のえ共振の波数に応じてですね、まあ、周期的なあのピークというものが見えてきます。でえー、こちらですね、導入したのがアセトンになるんですけれども、まあ、アセトンの このカルボニルのですね、伸縮振動が、波数で言うと、1700ぐらいにありまして、ここにですね、あの光共振器の波数を、エネルギーを合わせてあげますと、ここで振動強結合が起こって、ラビ分裂が起こっているということを確認することができます。で、まあ、今回のこの実験に関しては、ミラー間のこの距離は10.4マイクロメートル程度になるんですけれども、 あの、えっ、ー、と、ばい、2倍音、3倍音と、えー、広げていくことも可能ですので、えー、まあ、もう少し、あの、ここの、あの、ボリュームといいますか、距離は、えー、広げることができますが、えー、マイクロメートルオーダーのスケールで、えー、まあ、反応させているという技術になります。で、えっ、ー、と、この光共振器の中でですね、あの、まあ、CO の、えー、カルボニルの伸縮振動を 振動共結合の状態にしまして、プリンス間化反応というものを行いました。でこちら、えっ、ー、と、代表例として2つですね、アセトアルデヒドとアセトンを出していますが、あの、振動共結合の状態と、この非振動共結合というのはまあ通常の状態になるんですが、あの、比較をしますとで、あの、光共振器の中では、えー、見かけの活性化エネルギーがえー上昇していると。 つまり、カルボニル基の反応性が、光共振器の中でですね、えーまあ、活性が落ちているということが確認することができました。で、えっ、ー、と、まあ、これを使いまして、あの、まあ、観能基選択的な化学反応を行っております。で、こちらの分子ですね、あの、カルボニル基2つありまして、えー、2つ 反応することができますで。こちらがケトンで、こちらがアルデヒドになるんですが、あのまあ、両方、えっとまあ、反応としては3通り考え,まし考えられまして、まあ、アルデヒドが反応した場合と、えー、ケトンが反応した場合と、それから両方反応した場合の3通りが考えられると。で えーまあ、ここでですね、まあ、ケトンの方だけを振動共結合させまして、えーまあ、こちらを選択的に取れないかということを、えーまあ、実証する実験を行いました。で、ケトンとアルデヒドはですね、あの、まあ、同じ CO の伸縮振動ですので、えーまあ、波数がかなり近くてですね、まあ、ケトンがだいたい1686ぐらいに山があって、 でアルディヒドが1706ぐらいに山がありまして、まあ、波数でいうと20程度の差をですね、選別して、えーまあ、ミラー間の距離でいうと700ナノメートルぐらいになるんですけれどもあの、きちんとですね、ここのギャップをコントロールしてあげないと、まあ、片方だけをあの、まあ、低活性化することができないということになります。で、そこでですね、 え、ま、自動制御システムを導入した、ま、光共振機というものを開発いたしました。で、こちら、あの、ここにピエゾ素子がついていまして、え、これ電極がつながっていて、え、電圧で、え、このピエゾ素子ですね、まあ、電圧を印加することで、え、ピエゾ素子が、ま、伸び縮みするような仕組みになっています。で、こちらをですね、先ほどの、え、光共振機セルのこの背面、 背面ですね。あの、裏側の部分に入れまして、え、ここのピエゾ素子の伸び縮みで、えー、このミラー間の距離をですね、あの、まあ、自動で、えー、調整することができるようになっています。で、まあ、こうする、えー、理由なんですけれども、まあ、その化学反応が起こりますと、まあ、溶液の屈折率が、あの、ま、わずかに変化をします。で、屈折率が変化すると、 えー、この、えっ、ー、と、共振器の中のですね、あの、共振の波数というものの、えー、ズレが生じます。で、まあ、このズレをですね、あの、まあ、スペクトルから検出しまして、えー、まあ、フィードバックの制御がかかって、えー、ここで、え、電圧のコントロール、あ電圧で、え、ピエゾ素子をコントロールすることで、まあ、ミラー間の距離が、ま、自動で調整されると。 で、そうすると、まあ、この共振機モードの波数が、えー、自動で修正されるという仕組みになっていまして、まあ、常にですね、あの、ケトン機を、えー、低活性化させ続けると。ミラー間の距離を、まあ、自動制御して、えー、状態を保つという仕組みになっております。で、こちらの最後に、まあ、少し紹介させていただくんですが、えー 現在、名古屋大学の高橋康文先生と一緒に共同で制作したものになります。で、制作時はですね、高橋先生は金沢大学の方にいらっしゃいまして、特許の方は北海道大学と金沢大学での共同出願ということになっております。でですね、この自動制御機能のついた光共振器を使いますと、通常ですね、何も 使わない状態ですと、まあ、このアルデヒドがですね、えー、まあ60%程度あの、まあ、割合で得られるんですけれども、まあ、これがですね、まあ、およそ90%近く、観、まあ、能器の選択性がですね、えー、60%から88%まで向上しました。でこれは、ケトン器をですね、まあ、ずっとこう振動共結合で低活性化させていますので、 あの、まあ、こちらのアルデヒドが、まあ、より反応する割合が高くなっていると。ですので、まあ、光共振器を使ってえ、特定の部位を低活性化させることで、あの、ま、官能器選択的な反応を誘導できるという技,技術になります。で、えっ、ー、と、まあ、従来の、あの、技術、 ま、繰り返しになりますが、まあ、触媒を利用して、まあ、特定の感能器を選択的に反応させるというのが一つの方法になります。で、まあ、この場合は、まあ、触媒の開発が必要ということになるかと思います。で、それから、ま、二つ目として、まあ、反応させたくない感能器に保護器を使って、え、反応させた後に保護器を外すというのが、まあ、もう一つの方法になるかと思いますが、まあ、この場合、反応の肯定数が多くなるのと、 あの、まあ、保護器、最終的には、あの、廃棄物になりますので、も廃棄物が増加するということが、えー、まあ、挙げられるかと思います。で、今回、開発した光共振器の技術、技術ですと、まあ、触媒とかですね、それから保護器を使わずに、あの、観能器を選択的に反応させることができます。で、あの、ピエゾ素子使ったですね、自動制御システムを使いまして、えー、まあ90、90%程度の まあ、感能器選択性が実現したということを、えー、実証いたしました。で、えー、まあ、利点としましては、まあ、触媒開発が不要、えー、反応工程を短縮することができる、まあ、廃棄物を削減することができるということになるかと思います。で、えー、まあ、想定される、えー、用途になるんですが、えー まあこの光共振器の構造をですね、あの、まあ、こういう、まあ、マイクロスケールで行っていますので、えー、マイクロ流路が入っているような、あの、まあ、マイクロフローリアクターとですね、まあ、組み合わせることで、えー、まあ、この光共振器構造の中をですね、まあ、マイクロ流路として使いまして、あの、まあ、共振器のセルだけですと、あの、まあ、マスの問題ですね、あの、 まあ大きなスケールでの反応はできないということになるかと思うんですけれども、まあフローにすることで、まあ連続操業でえ反応をどんどんえ進行させることができるということになるかと思います。で、まあこうすることで従来使用されていたえ触媒であったり、まあ保護器を使わずに、まあ感納器選択的な反応をあのフローリアクターの中で行えるのではないかと考えております。ですので、あの、まあ対、対象といいますか、あの、 メリットのある、可能性のある、あの、業界といたしましては、有機工業であったり、製薬工業などが挙げられるのではないかと思っております。実用化に向けた課題もありまして、一つはですね、カルボニール機の選択的反応というのは、あの、すでに実証はしておりますが、他の観能機の選択性の向上は、 まだ、現時点ではまだ完全に評価できていないという状態ですが、まあ、原理的にはま可能であると考えております。でそれから、あの、フローリアクターとの組み合わせと、それから大型化の検討ですね。まあ、あの、まあ、企業さんでやる場合は、あの、ある程度大きなスケールでの,あの反応が、あの、 反応物を取る必要が出てくると思いますので、まあ、そこの大型化の検討というのは、まあ、現時点では着手していないという状態になります。で、えー、三つ目がですね、あの、まあ、使用している、まあ、素材の、えー、素材のその耐熱温度からですね、まあ、耐熱温度、まあ、およそ数百度程度までになります。あの、まあ、部品を変えることで、まあ、これは改善可能かもしれませんが、あの、 まあ一部の無機物の反応とかだと、まあ、ちょっと温度領域的に難しいかなというのがあります。まあ、ですので、まあ、溶媒を使うあの有機反応であれば、あのまあ、今回の技術,技術がまあ適用できるかなということになります。で、企業への期待になりますが、えー まあ、フローリアクターへのですね、まあ、光共振器の構造の、まあ、導入の可能性を、ええ、まあ、探索したいというふうに、まあ、私の方で考えております。それから、あの、まあ、リアクターのですね、まあ、スケールアップについて、ええ、まあ、検討できる、まあ、企業が、えーえ、を探しておりまして、まあ、お声掛けいただけると、ええ、まあ、幸いです。それから、あの、まあ、化学反応に関してはですね、まあ、あのー、 カルボニル機の反応で、あの、ま、選択的な反応できることは確認しておりますが、ま、実用化の可能性のあるですね、あの、ま、付加価値の高い、ま、化合物を作る、ま、反応というものをですね、えーま、共同で探索できたら、えー、嬉しいなと思っております。で、えっ、ー、と、ま、この、えー、技術に関する、ま、知的財産権ですが、えーま、こちらが特許の出願番号、 でして、あの、途中で一度説明をさせていただきましたが、あの、まあ、出願時はですね、まあ、高橋康美先生が、ま、金沢大学にいらっしゃったので、えー、まあ、北海道大学と金沢大学での共同の出願となっております。で、えっ、ー、と、まあ、最後にですね、まあ、お問い合わせ先になりますが、 えーま、問い合わせ先はですね、あの北海道大学の、えー、産学、えー、地域共同推進機構の、えーま、産学共同マネージャーの、ま、太田典子,、えー、子さんが対応してくれるということになっております。であのこちらのワンストップ窓口という、あのえー、とここの、えー、と URL を入力していただきますとあの、問い合わせフォーム出てきますので、えーま、そちらの方にですね、 えーま、今回の技術に、えー、興味を持っていただけましたら、えー、連絡していただけますと幸いです。はい、発表は以上になります。えー、ご清聴ありがとうございました。